スターシップシステムは、スペース X が開発中の完全再使用型の二段式軌道上、超重量打ち上げロケットである。システムは、スーパーヘビーと名付けられた第一段のブースターと、スターシップと呼ばれる第二段で構成されている。従来の第二段と比較すると珍しく、スターシップ第二段は、長期滞在型の貨物、乗客運搬宇宙船として設計されている。 スターシップは第2弾と宇宙空間での長期滞在型軌道上宇宙船の両方の役割を果たすことになる。2012年にエンジン開発が開始され、2016年に自己資金による民間宇宙飛行プロジェクトとして宇宙船開発が開始された。2弾目のスターシップのテストは2019年に開始され、打ち上げと着陸を証明し、 特にロケットの大気検査突入に関して様々なデザインの詳細を繰り返し検討するための大規模な開発プログラムの一環として行われた。最初の試作機は2019年から2020年にかけて垂直方向の打ち上げと着陸の低高度、低速度の飛行試験を行った。2020年12月9日、スターシッププロトタイプ SN8 は 初の高高度テスト飛行を行い、大気圏再突入プロファイルの大部分を大気圏低層で実証した。富士木により試作機が爆発したものの、スペース X 社はこのテストを成功と判断した。スターシップの試作機はこれまでにも多数制作されており、設計の繰り返しが進むにつれて、さらに多くの試作機が制作されている。すべてのテスト機は、 直径9メートルのステンレススチール製の船体を備えている。2019年6月、スプセックス社は早ければ2021年にスターシップを使用して商業ペイロードを打ち上げる可能性があることを示した。2020年4月、NASA はアルテミス計画の10ヶ月間の初期設計段階で資金提供を受ける3つの月着陸システム、 設計コンセプト候補の一つとして改良型の有人企画のスターシップシステムを選択した。2021年3月現在、スペース X 社はスターシップのプロトタイプで高度 10km までの大気圏飛行を行っている。2021年4月、スターシップは NASA によって人類を月に再び着陸させるために選ばれた。スターシップ スーパーヘビーと他の大型ロケットの比較。スペース X の CEO イーロン・マスクは、かねてより彼の個人的な目標は、有人火星探査の実現であると語ってきた。マスクが2001年にマーズ・オアシス計画のロケット調達に失敗して、自身でスペース X を創業した際も、生命を惑星間種族にするとの目標が掲げられていた。 有人火星探査という目標は次第に火星の植民へと変わっていき、そのためには超大型ロケットが必須であることが明らかになっていった。2012年3月にはスターシップのロケットエンジンであるラプターの開発が報じられるが、その時点では使用するロケットについては語られなかった。同年10月になり、マスクは初めて数十億ドルをかけて既存のファルコン級、 ファルコンヘビーを上回る大型で再使用可能なロケットを開発することを計画していると明らかにした。マスクは2013年にもスペース X の IPO はマーズコロニアルトランスポーターが定期的に運行してからというコメントを残している。しかしその後は2015年6月のファルコン9の打ち上げ失敗の影響により計画は一時影を潜める形となった。 2016年9月の第67回国際宇宙会議において、マスクは開発中の超大型ロケットの詳細を初めて明らかにした。この時に公開されたアーキテクチャは、インタープラネタリートランスポートシステムと呼ばれており、発表では直径12メートルの超大型ロケットであることのほか、エンジン数や打ち上げ能力、さらに軌道上での燃料補給を行うといった計画も、 明らかにされた。2016年の計画では以下の3種類の機体を用いるとされた。だが、翌2017年9月の第68回国際宇宙会議では、スペース X は前年の ITS を見直したとして BFR の名で更新されたロケットを公開した。マスクはこの名称について、我々はまだ正式な名前を探している。しかしコードネームは、 BFR であると語った。この2017年の設計では、直径は9メートルへと縮小され、またロケットを最初は地球軌道と月軌道に使用し、その後に火星へと用いる方針が示された。BFR の2段目の航空力学的な形状は2016年の ITS から大きく変更された。2017年の設計では、宇宙船は後部に、 小さなデルタ翼を持つ円筒状の形に改められた。このデルタ翼は様々な大気密度やペイロード状態で着陸を実現するためのものとされた。また、2段目の種類も ITS 同様の BFR 宇宙船、BFR タンカーに加えて新たに衛星打ち上げに対応するバージョンが追加された。衛星打ち上げ機は地球低軌道への衛星打ち上げに対応するほか、 月や火星への物資輸送にも対応する。また、BFR 宇宙船は地球軌道上で燃料補給を受ければ月面着陸をして再補給なしで地球に帰還できることも明らかにされた。加えて、BFR を地球上での旅客、貨物輸送に用いることで地球上のどこでも90分間で結ぶことができるという用途もここで示された。 2018年9月には、スペース X 本社で発表が行われ、さらに更新された設計が公開された。2018年の設計では、BFS のエンジンが6機から7機となったほか、前方両側に小さなカナードが、さらに後方に着陸客を兼ねた3枚の大きな翼が追加された。さらに、BFR による民間発の月周回旅行の契約を、 日本の前沢智作と締結したことも明らかにした。スターシップ試験機ついで2018年11月には2段目の宇宙船部分をスターシップ1段目のブースター部分をスーパーヘビーの名称とすることを発表。また機体の素材がカーボンからステンレスコーへと変更され、外見がこれまでの白い姿から銀色に変化した。 翌2019年1月にはスターホッパーと呼ばれる最初の試験機が完成し、8月には高度150メートルの飛行と着陸に成功した。9月には新たな試験機スターシップマーク1が公開され、さらに高高度の飛行試験が予定された。同時に設計にさらなる変更が加えられ、後方の翼は2枚になるとともに着陸脚機能が削除され、また、 前方のカナードはより大型化した。さらに、すべての翼が可動式となり、大気圏内飛行中に姿勢制御のために使用されることになった。しかし、同年11月20日にスターシップマーク1は、テキサス州、ボカチカのスペース X 車試験施設での燃料タンクの加圧テスト中、破裂して失われた。 同社はこのテストがシステムを最大限に加圧するものであったと発表し、テストの失敗は全くの想定外ではなかったと主張した。その後、スペース X 社は予定していた次の試験機、スターシップマーク2の製造を中止し、スターシップ SN1 と改名したスターシップマーク3の設計の改良と製造に注力することとした。マスクはツイッター上で、 ユーザーからの質問に答える形で、スターシップの完成までには少なくとも、スターシップ SN20 までの機体が必要になるだろう、と述べた。2020年2月29日、スターシップ SN1 は燃料タンクの加圧テスト中に破裂して失われた。その後も SN2、SN3 と立て続けに、同一のテストに失敗していたが、4月26日のスターシップ SN4 にて、 初めて加圧テストに成功した。SN4 では高度150メートルの試験飛行も行われる予定だったが5月29日にラプターエンジンを搭載しての燃焼試験中に爆発し機体は失われた。2020年8月4日、スターシップ SN5 が高度150メートルの飛行試験に成功した。実物大の機体として飛行に成功したのはこれが初である。 続く SN6 も同様の飛行試験をした。SN7 は燃料タンクの極低温試験のみに従事し、タンク壁の厚みが異なる SN7.1 と7.2が製造され、後にスクラップとなった。12月10日にはノーズコーンと翼を搭載した完全な姿のスターシップ SN8 が高度 12.5km の初の高高度飛行試験を行い、 打ち上げから再突入までの試験に成功した。SN9 も同様だったが、2021年3月4日の SN10 では高高度飛行試験からの着陸にも成功した。3月30日、霧の中で4回目の高高度飛行試験機であるスターシップ SN11 が飛行した。SN11 は配管の問題で、エンジン再点火時に2番エンジン燃焼室で火災を。 発生させ、最終的には、機体の空中爆発、分解を起こした。イーロン・マスク氏は、スターシップ SN11 に続く SN12、13、14は、製造キャンセルし、代わりに、機体、エンジン、アビオニクス全般の設計を改良した、SN15 以降の試験機の製造を及びテストに、専念するとした。高高度試験機としては、 後期型と呼べる SN15 は2021年5月6日に飛行し、初めて南着陸に成功した。スペース X が同社の超大型ロケットを指し示す故障は数年の間に幾度も変遷している。2013年から2016年9月頭までは、スペース X はアーキテクチャとロケットの双方について、マーズコロニアルトランスポーターの名で言及していた。 2016年9月から2017年8月までは打ち上げシステム全体をインタープラネタリートランスポートシステムと呼び打ち上げ機自体については ITS ローオンチビークルの名で言及していた次のコードネームである BFR は2017年9月のイーロンマスクの発表で初めて用いられたスペース X の社長であるクイーンショットウェルは BFR は ビッグファルコンロケットの略であると述べている。しかしながら、イーロンマスクは、正式発表前の2015年に、開発中のロケットを BFR と呼んでおりこれは、ビデオゲーム、ドゥームの巨大武器、BFG に由来すると語っている。その他、非公式ナバや、スペース X 内部では、BFR は、ビッグファッキングロケットとしても言及されている。なお、 2段目の宇宙船部分のみを指す場合は BFS の名が用いられる。さらに2018年11月には2段目の宇宙船部分がスターシップ、1段目のブースター部分がスーパーヘビーへと解明されている。スターシップ、スターシップ、スーパーヘビーの設計は様々な要素が結びついたもので長期の地球軌道外の飛行にも対応するよう計画されている。 スペース X は低軌道への1トンあたりの打ち上げコストとベオの輸送コストの双方を減らすことを期としている。既存のレオへの打ち上げ市場にも対応することでスペース X の開発リソースの大半をスターシップ・スーパーヘビーの開発に集中させることを可能としている。完全に再使用可能な超大型ロケットであるスターシップ・スーパーヘビーには以下が含まれる。 長期の宇宙飛行のために複数の二段目を組み合わせるという独特なアーキテクチャを採用している。このアーキテクチャの成功は軌道上での燃料補給の製品にかかっている。宇宙船とタンカー、衛星打ち上げ機はほぼ同じ外見形状を持つ。二段目の宇宙船はいずれも発射地点への機関能力を備える。機関時は万が一複数のエンジンが停止しても 一機のエンジンが使用可能であれば着陸可能となる。スターシップのシステムには火星ミッションにおける火星上での燃料生成も含まれている。これは宇宙船を地球に帰還させるためにまた宇宙船を再使用してコストを抑えるために欠かせないものである。ガッツミッションにおいては月での燃料補給は必須ではない。この場合は月に向かう前に軌道上で 燃料補給を行うことで帰還が可能である。また、月へのフライバイミッションにおいては燃料補給なしでの飛行も可能である。スターシップ、スーパーヘビーの主な特徴としては以下が挙げられる。ラプターの燃焼出圧は25音波だが、スペース X は将来的に30音波まで向上させることを計画している。ラプターは一つ一つのエンジンの信頼性も 高めるよう設計されているが、スターシップでは6機のエンジンを搭載することで、万が一のエンジン停止においても、上長性を保てるようになっている。もし2機のエンジンが停止しても安全に飛行可能であり、4機のエンジンが停止しても残りのエンジンで帰還が可能となる。これにより、航空機並みの着陸信頼性を実現するとしている。スターシップ、スーパーヘビーは、 スペース X の既存のファルコン9とファルコンヘビーロケット、それにドラゴン宇宙船を置き換えるものとして設計されている。スペース X の見積もりでは、スターシップ、スーパーヘビーでは完全再使用と発射地点への期間が実現することから、打ち上げ費用はこれら既存の中型、大型ロケットよりも安くなり、それどころか、すでに引退した小型ロケットのファルコン1よりも安く、 なると推定している。スペース X は既存のロケットを2020年代前半にも、スターシップ、スーパーヘビーで完全に置き換えたいとしている。スターシップ、スーパーヘビーの用途としては、以下のような様々なものが計画されている。マスクとショットウェルは、スターシップを準軌道飛行に用いることで、乗客を地球上のどの日展開でも1時間以下で運ぶことができるとしている。 スターシップ機内でのパフォーマンス2018年9月、スペース X はスターシップによる民間初の月周回旅行の契約を結んだことを明らかにした。契約をしたのは日本の前沢とも作で前沢が招待する6から8名のアーティストと共に2023年に月に向かう。月旅行の日程は6日、程度を想定している。マスクは火星に、 有人基地を建設することを計画しており、将来的にはそれが自給自足可能な入植地となることを夢見ている。スターシップは再使用可能であるので、マスクは地球低軌道でスターシップに燃料補給を行い、さらに火星表面で再び燃料補給を行い、地球に帰還させることを計画している。火星ミッションの第一段階においてマスクは 複数のスターシップを打ち上げ、燃料工場を輸送し組み立てるとともに、基地を建設することを考えている。燃料工場では、火星の地下の氷と大気中の二酸化炭素からメタンと液体酸素を生産する。最初の2機の無人貨物飛行は2022年の打ち上げが計画されており、この飛行では大量の太陽電池パネル、採掘用装置、 それに探査車や後の有人探査のための食料や生命維持装置などが送り込まれる。次の2024年の打ち上げでは2機の無人船に加えて2機の有人船の計4機が一度に送り込まれ燃料工場や太陽電池パネル、着陸場、温室の設営が行われる。各スターシップはそれぞれ少なくとも100トンのベロードを搭載しており、 宇宙船自体の乾燥重量も85トンにもなる。火星での最初の一時的な居住地には乗員が乗ってきたスターシップをそのまま使用する。一方で無人のスターシップは燃料の補給が完了次第地球に向けて帰還することになる。今後の着陸地点となる持続可能な基地を構築する場所は太陽電池の発電力を確保するためまた相対的に 暖かいことから井戸40度以内が望ましく、また特に重要な条件として近くに地下の氷が存在することがある。氷は大量で純度が高い水の氷である必要がある。スペース X による研究では燃料工場では地下の氷を採掘し、1日1トンの不純物を取り除く必要があると推定している。 研究中のシステムでは、700ワットの電力を使用して1日1キログラムの O2CH 法燃料が生成される計画である。システム全体としては、1トンの燃料あたり 17MWH の電力が必要になる見込みである。しかし火星入植計画には、こうした物理的な問題以外にも、長期にわたる宇宙飛行での放射線や無重力、それに、 地球の38%の重力しかない火星での生活が人体に与える影響などが大きな課題として残されている。スターシップは NASA が2020年代に予定している有人月探査のアルテミス計画において月着陸船として用いることも提案されている。この計画では宇宙飛行士は NASA のオリオン宇宙船で月周回軌道まで飛行してそこで スターシップに乗り換え、月面への離着陸にのみ、スターシップを用いる。月面での運用に特化するため、翼は持たず、また、レゴリスを巻き上げないように離着陸用エンジンが、機体上部に追加される。NASA は2020年5月、スペース X を月着陸船の開発を行う、民間企業3社のうちの1社として選定した。2021年4月17日、NASA は、 アルテミス計画で用いる月着陸船について、上記3社の中からスペース X を最終的に開発企業として選定したと発表した。契約総額は28.9億ドル。ただし、この契約はあくまでも月着陸船の開発援助に関するもので、実際の着陸船は改めて入札を行った上で決定するとしている。ありがとうございます。